なんか友達いないのかなとか。ムニオくんは今日も一人でどんぐりを拾っていましたって書いてある。でジージ保育園作ったら多分流行りますよ。ジージが5人ぐらいいるんですよ。ほらもうガンガン保育園に怒鳴り込んでもう捕まえてた状態ね。じいじが政治家になっていただくのが一番早い。このままだとすごいわがままになっちゃう。すぐ曲がってみる。ああダメだよ、物投げちゃダメだよ。目にそれ優しいです。それ優しいです。何？こっち見て。クラ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 。クラ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 。怒ってる。怒ってない。ジジジジ、もっと厳しく怒ってください。もっと厳しく。怒れない。怒れない。クラ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 。私たちがいくら言ってもダメなんですよ。何こんで手突っ込んで。兄ちゃん、じいじの言うことだったら聞くかな。あれ、鼻。今度は鼻。鼻くそほじらないよ。いましたね。また。落ち着くね。あ、はいはいはい。行きましょう。ちょうどいいね。もーにもーにもーにを。どうしたの？ムニオのことなんですけどね。いつも保育園に迎えに行くんですよ、ムニオを。そしたらいつも一人で遊んでるんですよ。周りの子は園になってぐる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 追いかけっこしてる。なんでこいつが一人でずっと車でこうやって遊んでて輪に入らないんですよ。で先生に言ったの？先生に言ったらもう普通ですっておっしゃってたんですけど、なんか友達いないのかなとか。おかしいね。一人で遊んでるってどういうあれ。でも迎えに行くと毎回ね、一人で遊んでて、他の子はみんな一緒に遊んでるのに、ムニオだけ輪から外れてる。こいつ。こいつ。なんか嫌われてるんですかね。なことないでしょ。なことないでしょ。暴力振るったりないんでしょ。何もしてないんです、逆に。逆に何もしないからはみってるのか。遊びより汽車とかで遊んでる方が好きなんじゃない、こいつ。だったらいいんですけど、なんか友達と遊んでほしいけどな。遊ぶでしょ、もうまだ1歳、2歳だから。ムニオ一人でずっといるんですよ。こいつだけ困ったな。困りますよね。先生によく聞いてみればいいのに、なんでですかねって。輪に入んないんだから、入んなきゃ先生が言うでしょ。次面談があるのでちょっと聞いてみようと思うんですけど。聞いてみなくてダメに聞かないと。このままずっと一人だったらどうしようって思ってます。困っちゃうよね。もしムニオがいじめられてたらどうする。いじめられたら先生に言わなきゃダメやん。誰がいじめてるとか、先生に言わなきゃダメやん。誰がいじめてるとか、そんなことないんだから。そんなことないんだから。そんなのいじめるなんてないでしょ。まだ1歳、2歳の子に。保育士さんが最近保育園で子供たちを虐待するとかいじめるみたいなニュースが。だからニュース多いじゃない。多いですけど、どう思います？俺はもうとんでもない話だから、とんでもない話。じいじだったらどうします？俺はもうガンガン保育園に怒鳴り込んで。俺はもうガンガン怒鳴り込んで。でも多分保育士さんも大変じゃないですか、あの労働って。大変よ、大変だけど、そんなの分かってて保育士になってんだから。子供をいじめるなんてとんでもないから。そうですよね、ありえないですよね。多いですよね、最近そういう話。とんでもない話だからあれ、本当にそういう事件が舞い込んでくるたびにすごいなんかもう気分が悪くなる。だからあそこ保育士結構いるんでしょ。ムニオが通ってるところはいっぱいいて、保育士さんたちもめちゃくちゃいい人です、みんな。保育士日記っていうのをいつも毎日いただくんですけど、めちゃくちゃびっちり書いてくれてます。一人で遊んでるあれも必ず言わなきゃダメ。ムニオくんは今日も一人でどんぐりを拾っていましたって書いてある。でムニオくんは今日も一人でどんぐりを拾っていましたって書いてある。一人でどんぐり拾ってたんだと思って、なんか悲しくなってくる。
でもいつもムニオ一人だから保育士さんが一人ついてムニオの相手してくれてる。ああそう、はい、ジジがね保育士さんだったらムニオといつも遊んでくれるんだけど。先生にはよく相談した方がいい。結構保育士さんもコロナになってからお母さんたちからの相談事項っていうのがなんかなくなっちゃって寂しいって言われてるんで、いっぱい相談してくださいっておっしゃってくださいました。いい先生たちなんですよ今通ってるところ。特にご飯も食べるんだって。ご飯もおかわりするぐらい食べます。どういうのが出んの？本格的なの出ますよ。おやつは果物とかですよ。お菓子じゃなくてグラタンとか出たりするんですよ。食べるの大好きって言われてます。昼間出て夜は出ないわけでしょ。夜は出ないので迎えに行ったらすごい機嫌が悪いです。夜遅い人はどうなんの？8時とかそこでご飯食べさせんの？そういう子たちは夜食みたいなのが出ます。夜食が出る？おにぎりとかですけど。そんな感じですよ。じいじが保育園作ったらどうします？いっぱい食べさせます？それは食べさせないと子供は。何食べさせます？あ、栄養士に任せるだろう。栄養士に任せる。じいじ栄養士めっちゃ雇ってそう。じいじ保育園作ったら多分流行りますよ。じいじが5人ぐらいいるんですよ。じいじ1人で何人ぐらい見れますか？3人ぐらいだよね。3人4人だよね。めいっぱい見て4人だよね。保育士は今あそこ何人見てんの？5人ぐらいですね。それは限界よ。そうだと思います。結構リタイアされたおじいちゃんとかも保育士さんで多いですよ。ムニを見てくれてる保育士さんで2人ぐらいおじいちゃんいますよ。あ、本当？ムニを可愛がってくれてます。でも朝から疲れてらっしゃいます。めっちゃ疲れてるんですよ朝から。だから任しとけないでしょ。やばくて危ないでしょ。そりゃでも人の目があるっていうのが嬉しい。じいじ保育園作りましょう。やだ。安心だけどな。保育園入れなくてもじいじが見てくださってたらね。じいじもお仕事されてるから、あと体もねあるし。だから本当保育園助かりますよね。感謝感謝です。本当よ。なんかもっと待遇を良くしてほしい保育士さんたち。本当だよね。保育士を待遇良くしなきゃダメよ。全然ダメ、全然ダメ、全然ダメ。人の命を預かる仕事なんやかなって思います。要するに給料をたくさん上げていい人を来てもらえるようなあれ環境にしないと。そうですよね。もっと国が支援してあげる。そう、全然しなきゃダメ。私保育士さんの友達多いんですよ。あ、多いので結構給料面だったりとか待遇とか聞くんで、あ、なんか大変だなって思って。看護師さん保育士さんの友達が多いです。それで話を聞くのでちょっと大変な環境だなって思ってます。保育士は大変よ。だから給料とか本当上げなきゃダメ。子供が可愛いだけじゃやれない仕事だからね。そうそう、それはいい人が多い仕事でもあるから余計ね無理しちゃうんですよね。イライラして子供なんかに当たられたらたまったもんじゃないから、それが一番やばいから、精神的なもん人間なんてあるから。いろいろあるんだろうけどそれは最初やっちゃダメですよね。イライラして怒って子供に当たったんじゃとんでもないよね。そういう現場を目にしたらじいじどうされますか？もう捕まえてたじゃおかない、もう捕まえてたじゃおかない。じいじに捕まえられちゃう。たじゃおかない。もーにもーにもーにを。ご飯食べちゃいな先に。はいはい。じいじのスパゲッティが来てから食べようかな。いやもう来てるし食べちゃいなさい先に。冷めちゃうから。ありがとうございます。子育て支援で金なんか出さなきゃダメでしょ。出たとしても本当に本当ちょっとなんですよ。本当ちょっとなんですよ。保育園の金をタダにしなきゃダメ、学校もタダにしなきゃダメ。行かせられない子供、例えばシングルマザーの方とかシングルファザーの方とかもいらっしゃると思うんですけど、そんなタダ、いや全部が一般的にもうそんなタダにしないと子供のあれは。いやそれはすごく思います。そうじゃないとね。絶対だから日本は遅れすぎてんな。本当にそうだと思います。ただでさえも普通に働いて給料上がらないじゃないですか今の時代。だからおかしい。だって韓国とだか一般家庭で平均1人5万円違うんだよ収入が。日本が5万円少ないんだから。韓国が500、この間も出たんです。
576万、約600万円、うん、平均が、うん、日本は500万ちょっとだから、うん、東京と千葉でまた違うんですけど、だけど全然少ない、日本はだから全然もう政治家が間違ったんだ。だって先進国の中で給料が上がってないのは日本だけですもん。一番ひどい、ね、だからみんな日本の国民が黙ってるだけ、まあ、おとなしい国民ですよね。そうそう、で政治家もおかしい、政治家なんか半分ぐらい首にしなきゃダメ、うん、この金もったいないもん、いらないんだもん政治家さんのお金で保育園料をタダにしてあいつ年間あいつらあの5000万もらってんのよ。こんな国ないから日本の国民がおかしい。なんかもうじいじが政治家になっていただくのが一番早い騒がないんだもん、マスコミもおかしいし、じいじ立候補したらみんな賞入れてると思います本当にマスコミもおかしいし、まあ、報道の仕方とかもありますよね。うもう丸く狂ってる。じいじどうしたいと思います、世の中を。保育園とかの、まあ、ただ全部ただ、学費もただ学校まではね、高校まではただ、高校までただただ、そんなの当たり前です。給食費払えないっていうご家庭とかもいらっしゃいますね。困ってね、だってお金がなければどうすんの、うん、だって困って食えないギリギリの家庭だってたくさんいるんだから、うん、ね、母子家庭とか、あの、そうですね、はい、旦那だけど子供を見てるとか、シングルファーザーさんですよね、たくさんいるのよっていうの、はい、そういうのはおかしいの、うん、一番だから遅れてる先進国じゃないよ。生活保護だって15年前より3万円も安いなんていうのもおかしい。10年前より3万5万3万安いのか。今まで15万出てたのが12万いくらでしょ。それで家賃とか払ったら1日何にも生活できないでしょ。ギリギリでしょ、ギリギリもできない。必要最低限の生活って感じですよね。本当にもっとね、パパとかママがね、明るく楽しく暮らせれる世の中の方がね、やはり最低のレベルを上げないと。最低のね、金のあるやつはもうボンボン取んなきゃだめ。格差がどんどん開いてきますよね。大手なんてもう金を内部保留しちゃってるだけで、みんなサラリーマンだから、ワンマン経営であれしてるところはみんな伸びてる。サラリーマン社長はみんなダメ、大体そういうところを変えちゃわないとダメ。やっぱ政治家になった方がいいんじゃない。投資しても失敗しちゃったらね、ダメだとかあるんだけど、応援して国が助けないと。この間テレビでやってたでしょ、あの三菱重工の飛行機のあれ、はい、何千億も金を投資して5000億も1兆円近く投資して、うん、今も撤退じゃないですか。そんなバカなことないって言ってる、うん、だからもっとやんなら、あと5000億でも1兆円でもなして、うん、飛行機産業を上げなきゃダメだ。飛行機産業を上げて保育園も活性化させよう。飛行機産業を上げて保育園も活性化させよう。そうそう、そうやったら企業が儲かる。お、嫁が興味津々になって起きましたよ。リリ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 経営者が全部ダメなの。だから日本のお金が回らなくて、みんな貧困になっていって保育園に。そうそうそう、赤字だと思ったら投資をしない。サラリーマン社長だから全部ダメ。もう銀行とかとこう癒着してそうなってる。だから突拍子でもない、あの経営者が出ない限りダメ。そういう方々が保育園とか運営したらいいんじゃないですか。そうそう、俺もそんなの言うんですけど、人事がやっぱり保育園の運用をした方がいいと思う。いい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 いウニオがジージに保育園作ってほしいって言ってます。あら無理だ、それ無理。ジージ保育園は4人までです。ウニオで1人ですよね。ジージってウニオ以外もこれぐらい愛してくださるんですか。ウニオだけ、ウニオだけ、ウニオだけじゃダメだ。ウニオだけだって、ウニオ特別だって。起きたね、お兄ちゃんが起きたし、食べ終わったし、そろそろ行こうかね。そうだね、まあ、いろいろじいじのね、話が聞けたね。まさかこんな話になると思わなかったけど、はい、行きましょう。ごちそうさまでした、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。じいじもバイバーイ。あ、あもーにもーにもーによ来たよ。あー、じゃあじいじ行くよ。バイバイだ。みんな降りた。結局みんな降りた、はいはい。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、あ、そうですね。はい。いいかな。優しい。じゃあね。はい、ありがとうございます。
バイバイって。あれ。ごめんね。むに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